ザポは香港に本社を置く企業。仮想通貨ビットコイン保管及びビットコインを用いたデビットカードを提供するオンラインウォレットサービス事業者である。子会社にパロアルトに拠点を置き米国在住者向けサービスを提供するザポ、インクがある。ビットコインウォレットと保管庫を組み合わせたサービスを提供している。2014年3月7日に発生した マウントボックス事件を受けて創業者、ウェンセス・カッサーレスは、仮想通貨にも安全な保管場所が必要と考えこの会社を設立した。保管場所であるデータセンターは、スイスアルプス山中のシェルターにあり、デルタリス社の厳重なセキュリティで警備された場所に、オフラインで管理されている。この保管場所は2014年の時点で2000人の、 顧客から予託に利用されており、年間0.12%の保管手数料を受け取っている。ビットコインを用いたデビットカードも提供しているが、ヨーロッパ在住者以外のデビットカードサービスは2017年10月15日をもって終了した。これは、イシュアのウェーブクレスト社がビザ会員規約違反を犯したため、 同社により発行されたビザプリペイドカードが効力を停止された結果と言われている。2014年8月ライフロークからレモン社の従業員に矢設備を用いてゾポを立ち上げ準備をした違反行為があったと提訴されている。ありがとうございます。